はい、こんにちは、影村です。今日はリスナー様のリクエストで、トヨタのビッツ借りに来たんですけれども、ホンダの新型のフィットも入ってますね。前フィット乗ったから、まあフィットの試乗はいいですね。すいません。今日はですね、130系、後期型のビッツ借りちゃいます。初ビッツですね。これの後継者がヤリスになるんですけれども、早速借りちゃいましょう。これがビッツです。グレードは何かわからないんですけれども、あと排気量も何 cc かわからないんですよ。すいません、ちょっと車検証見ちゃいましょう。これがグルーブボックスですね。車検証、あら、貸し出しキーがないぞ。これが本日お借りする 130K ビッツ NSP130 です。で、エンジンの方は 1.3 リッターかな、 1.32 って書いてますね。借りちゃいましょう。その前にちょっと内外装を軽くレビューなんですけれども、まあまあそんなには悪くないんですけど、この辺がちょっと貧相で、廉価グレードですね。インパネもそんなに作り悪くないです。ただ設計が古いんでね、そんなにその目新しさはないんですよ。で、後ろの狭さなんですけど、やっぱり新型のフィットいいですね、あの色。すいません。で、後ろはそうですね、狭いことは狭いんですけど、ヤリスよりはちょびっとだけ広いみたいな感じですかね。まあまあ後ろもそんなにめちゃめちゃは狭くないです。こんな感じですね。まあまあ普通。この辺がちょっと貧相ですね。この辺が。あとトランクの方なんですけれども、ハッチバックやからなかなか広いですね。トランクの方も実用性抜群やと思います。じゃあ、走りの方はどんなもんか試してみましょう。それではビッツ、お借りいたします。 1.3 リッターなんですけれども、どんな走りなんやろ。この辺はそうですね、設計が古い割にはかっこいいですよね。後期型やからちょっと違うんかな、メーターの方も。すいません、ちょっと詳しくわからないんですけど。で、ハンドルの切れがちょっと鈍いかな。まあ、こんなもんなんかな。ちょっとドア開けます。それでは、出発いたします。ドーム回って、また狭い道試して、これで戻ってきます。ちょっとね、駐車場から出す時なんですけど、ほんの少しちょっとハンドルの応答があんまりリニアじゃない、そのちょびっとだけ遅延してるみたいな。まあこんなもんなんかな。ヤリスのハンドリングは全然良かったですけど、ちょっとビッツ、さっきカーブ試しに行きましょうか。よく走りますね。さすが。そうですね、軽量コンパクトで、1.3 リッター積んでることはあって、なかなか速いです。ちょっと今日靴のチョイス失敗して、かかとがちょっと脱げそうなんですよ。なんかちょっとさっきコーナーリングどんなもんか、足はね、ちょっとこう安定感はないんですけど、乗り心地は悪くないです。ただね、こうブワンブワンっていう感じの乗り心地やから、ちょっと結構ほんの少し強めのバンプでもハンドルがちょっとこうグラグラっていう感じになるんかな。ちょっとコーナーリングどんなもんなんやろ。曲がりよるな、なかなかやな。ただハンドルの切れがちょっと、もうちょっと上の方、手前の方が変やけど、もう膝がいっぱいいっぱいで、これ以上前にやるのもちょっと辛いかなみたいな。ちょっと低くしてみましょうか。
それでも足がもうちょいパッツンパッツンやな。ちょっと大柄な人にはちょっとドライブポジションきついです。運転できんことはないんですけど、割に肘伸びるからちょっと肘伸びんのちょっと気持ち悪くって、で今アイドリングストップしてますね。さあ出発いたします。うん、アイドリングストップからのリスタートはまあ普通ですね。ほんでやっぱり運転はしやすいっすけど、すんません、ハンドルのそのこう応答がなんか今の現代の車と比べるとこうワイパー一本やですごいな。今の車と比べるとちょっとだけあの応答が遅いかな。ほんでちょっとステアリングギア比、電動パワーステアからギア比とは言わないんかな、ギア比がちょっと大きいっていうんかな。僕のが13対1、ちょっと、うん、だいぶよけ回さんとこうステアリングが切れてくれないいう感じで。でもね、そのフットワークはいいっすね。この 1.3 リッターよう走りますね。今ちょっとあのシフトダウンマニュアルモードにしてみたら、シフトダウンはまあまあそうですね、あのちょっと急制動みたいになる感じの、昔のあのトヨタの4速 AT の頃のそのまあ出来栄え、ちょっときつい感じの、そうですね、シフトダウンの挙動になってます。うん、そうですね、トヨタさんの車、そうですね、前から言うてるんですけど、車幅感覚はものすごい掴みやすいです。ただビッツの場合、このダッシュボードの奥行きがあるから、ノーズのそのこうマージンが少しちょっとだけ分かりにくいかなみたいな、ちょっと狭い道行ってからどんな感触なのかチェックしてみたいと思います。とですね、うん、乗り心地いいですね。乗り心地いいんですけど、ちょっとバタつき、さっきカーブ曲がってた時でもそうなんですけど、ちょっとあのバンプがあった時とか、このこう車がボトム出た時のその安定感っていうのがちょっとだけこう心もとないっていうかっていう感じですね。やっぱりステアリングのこの切れ角ですよね。ちょっと大きいいうか、よけ回さんと車曲がってくれないみたいな感じですね。前のベンツのあのテールランプ綺麗な、めっちゃ。アイストからのリスタート、うん、こんなもんですね。アイストがちょっと煩わしいっていうほどに、じゃあなんて言うんだろうかな、アイストからのリスタートが遅って思うことはないです。うん、普通、ごく普通ですね。やっぱりバンプした時とこういうコーナー曲がってる時のその安定感がなさないっていうのもちょっとそうですね、足ちょっと変えたいなっていうところですよね。普通にパッて乗って思うところなんですけれども、なんかちょっと足変えたいなみたいな、うん、コーナーリングはまあそうですね、軽量やからコーナー速度は速いと思います。うん、低速トルクかな、やっぱ低速トルク大きいから、うん、なかなかかなりいい感じですね。で今ちょっと裏道ちょこまた入ってってるんですけど、まあまあそうですね、やっぱフットワークがいいというか、あとやっぱりこの打角ですよね。なんかちょっとやっぱ いっぱい切ってあげんと曲がってくれないみたいな。よっしゃ、うん、早い。
なかなかよく回るエンジンですね。早いですね。あと中央通り出たらちょっと時速60キロまで出せれるんで、加速ちょっと試してみましょう。ちょっと足回りがね、なんか心もとない。悪くはないんですけどね。ただ今の車が良すぎるから、特にヤリスですよね、ちょっと減衰固めで突き上げ感あるんですけど、僕はあの今の新型ヤリスの足のセッティングの方が好きかなみたいな。それで、燃費の方は、そうですね、 11.8 とあんまり良くないです。 1.3 リッターやから15リッター、今のトヨタのあの 1.5 リッターやったらリッター15は軽くいきますよね。 1.3 リッターにしてはちょっと燃費は少し良くない的な感じです。まあただあの見た目はね、全然かっこいい、むっちゃキーンルックやからめっちゃかっこいいんですよね。ただちょっとこのハンドリングは嫌いやな、めっちゃ回さなあかん。どうした、どうした、おばあさんの自転車の後ろ追随してるんですけど、なんでなん、抜いたらええのに。とりあえずクランク、ほらこのおばあさんの後ろわざわざついてってるんですよね。でちょっとクランクいきます。車がねコンパクトやから全然余裕ですね。ノーズのマージン、うん、全然気にならないですね。全然大丈夫です。ただハンドルいっぱい回してあげんと、ちょっとハンドルの物理が悪いとかそういうところがあって、ちょっとだけ違和感多いかなみたいな。でね、狭い道、なんかめっちゃ狭い道行きます。ここっすよね。またなかなかちょっとノーズがやっぱりどうなんやろあれ狭い道なんやろ、ちょっとここの狭い道ビッツちょっと辛いかなみたいな。なんでやろ、分かれへんねんけど。フットワークはいいですめっちゃ。じゃあ中央通りに出ます。めっちゃフットワークいいっすよ。は、速いとかそんなじゃないんですけど、決して遅くないですね。で、中央大通りに出てまいりました。どっちにおったらよかったかな、こっちか。あと暑い、早い早い遅い言うたけど早いですね。やっぱ軽量やからですかね、なかなか回るエンジンで。6000回転レッドやけど、3000から4000回転の間のトルクがなかなかいい感じです。で、そうですね、さっきちょっとこう足がバタつくって言ってたんですけど、60キロ巡航やったら結構安定しますね。うん、慣れてきたからかな、わかんないですけど、すいません。でもちょっとハンドリング、ちょっとやっぱりこう心もとないところは否めないっていうか、払拭できてないか、やっぱ足安定性もうちょっと欲しいところかななんか、うん、あ、やっぱり、うん、違う違う、さっきちょっと直前やったから今バンプしたらやっぱりちょっとバタつきますね。ブレーキはねめっちゃよく効きます。まあやっぱ軽いからそんだけあれですね、ブレーキを効くっていうところなんでしょうか。お、クラシックバイクいいですね。さあ、ゼロ発進からの加速ちょっとやってみましょう。前のバイクちょっと邪魔なんですけど、はい、今60キロです。うん、なか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 やね、なかなかです。およそ300メートル先、右折専用、なかなか左折専用レーンがあります。なかなか速い方違うかなと思うんですけど、およそ300メートル先、右
折専用レーンがあります。ご注意ください。ただね、やっぱり低速トルクはありますね、ほんまに。ほんでうーって回って3、4線からもっともりもりこうトルクが出てくるみたいな感じで、よく走ります、よくブレーキ効きます。ああめっちゃ怒られてますやん。今車返却の方に向かってるんですけど、そうですね、フィット約20分間運転試乗させていただいた感想としては、もうグレードによると思うんですけど、アッシグのあれ完成度がちょっと低いかなみたいな。ヤリスの方がまあ足固めやけどすごく安定性があって、このビッツ 130系ビッツ、まあ、グレードちょっと低くなるモデルやと思うんですけど、ちょっとこう乗り心地的にはいいんですけど、そのこう段差とかこうちょっとデコボコ道で、通るとこうバタつく感じがあって、でカーブも曲がってるとこうボトムでバシッと止まるんじゃなくて、こういう感じで、大昔の GSX400R みたいな足、ブワン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 ってなる感じですかね。およそ300メートル先、右折専用で、ね、運転はしやすいんですけど、さっきあのめっちゃ細い道突っ込んだ時、ちょっとこうあれが目いっぱいかなみたいなところがあるっていうか、細い道の限界ですよね。前に何でしたっけ、ヤリスクロス乗った時はもっともっとマージンがあるに違うかなっていう感触やったんですけど、ビッツやったらあの道路がちょっとマージンいっぱいいっぱい、まあ慣れてないっていうのもあるんですけど、あれがマージン的にはいっぱいいっぱいの細い道かなみたいな感じがいたしました。で、あとですね、最大のそのこうビッツ130系のその嫌なところなんですけど、こうちょっとね、そのハンドル要件回さないとちょっと曲がってくれない、多分ちょっと車庫入れの時に一番顕著に出ると思いますんで、少し最後それラスト一緒に見てもらいたいなと思うんですけど、やっぱよう走りますねフットワークいいですね、かなりフットワークいいです。エンジンブレーキ、あ、この速度域のエンジンブレーキなかなか、あ、いい感じいい感じ。昔の 4速の何やったっけ、100系チェイサーとかのようなグーンってなる感じかなと思ったら、今回転高い時普通にブリッピングみたいなあれでしたね。っていう感じで、あ、悪くない、すいません最初なんか変なこと言って、いい感じのシフトダウンでしたね。フットワークがいいな。ただこのフットワーク、まあビッツもいいんですけど、ヤリスクロスの方がもうちょいフットワークいいかな。あれ3気筒やからね、低速トルクもうちょい、まあ、1.5 リッターやからですかね、すいませんなんか勘違いしてた、ビッツも 1.5 リッターかな思って。じゃあ車庫入れ最後見ていただいて試乗終わりになります。ブレーキはよう効きますわ、なんかめっちゃ。うん、でも 1.3 リッターにしてはほんまよう走るし、なかなかありですね。このハンドル操作がね、ちょっともうちょっとよかったらいいんですけど、ほらいっぱい回さんと曲がってくれないみたいな。ちょっとドア開けます。お、これは何や、プリウスか、 GR プリウスですね。車庫入れちょっとやってみます。ちょっとさっきパイロンどけてきます。やっぱり改めて見たら見た目いいっすよね、ビッツ。
ちょっとドアミラーからあの車庫の線が見えなくて、ちょっとバックもちょっとトルク太いからウーンってで行きますね。車庫入れはまあ普通ですね。バックカメラがあったらやりやすいけど、バックカメラなかったらちょっとあのタイヤの位置がわからないから少し慣れるまでやりづらいかな。やっぱり容器切らないと車高も入ってくれないみたいな感じですかね。まあまあ慣れたら全然そう気にするほどのことでもないんですかね。ただやっぱり何やろう、ヤリスとかの方がまあやっぱり全然完成度は違うかなみたいな感じです。以上、130系ビッツ後期型の試乗動画でした。全然あの見た目とか抜群に良くてよく走るし、あとそうですね、もしビッツ買うんやったらちょっと足回り依頼たいなみたいな、まあ、わざわざ依頼必要はないんかなみたいな、でも良かったです。あとハンドルだけちょっとだけなんか慣れたらそっちも問題ないですね。すいません、文句ばっかり言うてすいません。いい車です。それではカンターナーですが失礼させていただきたいと思います。